も皆さんこんにちは。ミグでございます。マリサだぜ。モナだよ。さあさあ今回からついにシーズン5ですよ。ちなみにシーズン4の最高レートは1862くらいだったと思うな。このシーズンも頑張っていきたいですね。さて、今回使うパーティーですが、視聴者と本人からの根強い要望を受けたこのポケモンです。そう、今までの実況動画に散々出てきたマサヤコトラグラージです。歴代御三家の中で最も高い種族値、そして水、地面といった優秀なタイプ。さらにはメガ進化でアメパのエースを務めるなど普通に強いポケモンです。しかし、そんなポケモンを使っていてはつまらない。いやどうしてそんな思考になったし。昔の対戦の記事を漁っていたら、とある一つの構築を見つけました。タスキで1回の行動を保証しつつ、ミラーコート、カウンターで沈める。第3世代からのイニシエの兵器、通称ドキュンラグラージです。あ、もちろんニックネームはマサヤなので安心してください。自身の部分は滝登りの方が良さそうですね。どうして守るが入っているんだ？最近環境に増えてきたミミロップの猫騙し対策。あとはリザードン、ルカリオヘの反撃技を確実に決めるためですね。今回はこのパーティーで行きます。ラグラージでの起点作り偽装ですね。それでは対戦の方、どうぞ。さあ、お相手のパーティーは、カクテテフ、フーディン、ポリゴン2、チート、海流、ガブリアスですね。これは案外ラグラージ初手大丈夫そうですね。相手は絶対初手ラグラージだと思っているので、ラグラージの展開に強いフーディン、カクテテフのどちらかが初手に出てきそうですね。あとはバシャーモで加速できれば全抜きできそうですね。そしたらあと一体なんですが、正直何でもいいんですよね。サイクルの選出じゃないので、ウォッシュロトムとボーマンダは除外ですね。としたら、残ったのはカプコケコとギルガルドだな。まあ先生技が欲しくてフーディンにも縛りが入れられるギルガルドでいいですかね。そしたら先発はラグラージで一体重いのを持っていき、残りの2体で掃除していきますか。お相手決めるのが早いな。だったらこっちは時間をフルに使って選出予想をしましょう。相手の選出予想は先発カクテテクかフーディン、後ろは海流とガブリアスみたいな気はしますね。どうしてもポリゴン2とクチートはこちらのパーティーに刺さっていない気がするので、単体選出はありますがポリクチ構築では来ないと思います。馬車があまりにも相手のパーティーに通っているので、ラグラージ死に出し馬車アモで加速できれば、勝利は近いですね。けどフーディン、元イメガフーディンの特性はトレースだぞ。その時はギルガルドに交代して負担をかけましょう。それでは、対戦よろしくお願いします。お相手の選出はさっき言ったようにカクテテフかフーディン。果たしてその選出はどうなる？よし、当たりましたね。これは比較的有利対面ですね。そしてお相手はサイコメーカーでサイコフィールドを展開。これはエスパー技 1.5 倍かつ先制無効ですね。ここは思考停止でミラーコート打っていきましょう。さあ、マサヤラグラージに震えるがいい。お相手はやはりサイコキネシス。あら、素で耐えちゃうんですね。そして無意味な D ダウン。おら、跳ね返せ。まさかのお相手タスキ。なんかカッコつけたのに倒せなかったな。それは言ってはいけない。ここはもう捨てで良いですね。お相手スカーフじゃなかったので、バシャーモで抜いていけます。お相手はシャドーボール。これはギルガルド交換読みもあってですね。ということで、お疲れ様、ラグラージ。ここは起点にできるのでバシャーモを出していきましょうか。このバシャーモは最速なので守るを使わずにフレアドライブでいいですね。お相手は交代だな。これは守る読みですかね。出てきたのはフーディン。これは甘いですよ。このバシャーモは最速、守らなくても抜いているんですよ。さあ、ラグラージのために召集したお前の力を見せてくれ。気持ちいい、バサバサ、メガ進化。これ一回は言ってみたかったんですよね。さあ、圧倒的火力を喰らえ。さすが、最強の火力ですね。これで残りポケモンは同じになったな。けどここでカクテテフを出してもただ倒されるだけなので、まだ見えない3体目が出てきますね。ポリクチのどちらかなら勝ち、海流かガブリアスならきつい感じですかね。けどシカガブならこっちが向いているし、クチートならギルガルドバックでバシャーも死にだし、ポリゴン2は別に平気ですね。最後は海流でしたね。ここは相手は自信、激鱗の可能性がありますね。ここでギルガルドに交代して自信を打たれると負けるので、ストーンエッジで確実に負担をかけていきましょう。あれ、ここはユーマイの卓はないのか？ユーマイをして神速すれば抜けられそうなんだが。サイコフィールドの効果が後にターンかかるので、ユーマイしても神速できないんですよね。G
ちなみに海流の方でメジャーなのはこだわり鉢巻き、飛行ジェット、ドラゴンジェットですね。そしてバシャーモのストーンエッジ。お、結構入りましたね。お相手は激凛だな。これはバシャーモ倒れますね。お疲れ様バシャーモ、いい活躍だったよ。それではギルガルドを出していきますか。幸い海流は激凛で固定されているな。このまま急所引かなければ勝ちですかね。それじゃあここは普通にシャドーボールで攻めていきますか。お相手は激凛。これはもう余裕で耐えられますね。あれ、ちょっと暗いすぎじゃないですかね。多分これはこだわり鉢巻きっぽいな。これでちょっとカクテテフのシャドーボールを受けきれるか不安になりましたね。まあ天使の羽なので背筋の力でなんとかしてくれますよ。これランドセルだったの。そしてお返しのシャドーボール。よし、これで倒せましたね。残る HP1 のカクテテフだけか。まあ勝ち濃厚だとは思うんですけどね。まあお前の実況者力なら急所は当たり前だよな。それ運悪すぎだろ。まあお前の二つ名はフラグ回収業者だから、ゆっくり実況者1のフラグ回収力を見せてくれよ。普通に勝たせてください。マリサがそんなことを言うから勝てるかどうか不安になってきたんだけど、大丈夫だよね。確定急所型とかじゃないよね。その確定テフは恐ろしすぎる。まあここは安定のキングシールドをしましょうか。負け筋と言ったら瞑想とかですかね。お相手はどうする。お相手はシャドーボールを打ってきましたね。これは急所引かなければ勝ちかな。ここは普通にシャドーボールで攻めましょう。というか、今回ラブラージは活躍してたか。本来このカクテテフがスカーフならミラーコートで一体持っていったんですが、正直満タンの状態でこの対面だったら絶対に勝てませんでしたね。そしてお相手はシャドーボール。よし、普通に耐えましたね。そしてここで無駄な弱点保険が発動。これ普通にオーバーキルですね。それで破壊しのシャドーボールで終わりにしましょう。それにしてもこいつの能力、すごいよな。今のブレードフォルムなら攻撃と特攻が150、シールドフォルムなら防御と特防が150って。使いこなせればかなり強いポケモンなので、頑張って使いこなせるようになりたいですね。あれこれギルガルドの動画だっけ。ということで、対戦、ありがとうございました。ということで、今回はここら辺で終わりですね。イニシエの兵器も現役で活躍できるということが証明できたと思います。今回のタスキラブラージだと、役割はざっと調べてみたところこんな感じですね。けどタスキの関係上サイクルとカステロには弱いから、起点作り偽装として先発に出すのがいいな。皆さんもたまにハメガやアクビ展開じゃなく、タスキラブラージを使ってみたらいかがでしょうか。それでは、今回もご視聴、ありがとうございました。次回もまた見てね。